パウロ・アンチョペは、コスタリカ・エレディア出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者、ポジションはフォワード。父、ビセンテ、叔父、カルロス・ワトソン、兄、ハビエルもサッカー選手という環境に生まれ、6歳の時にサッカーを始めた。当時のお気に入りは、ブラジルのローマーリオ。1994年、18歳で、地元クラブの CS エレディアーノと、 プロ契約を締結。1997年、憧れていたヨーロッパでのプレイ機会をつかんだ。イングランド FA、プレミアリーグのダービーカウンティ FC へ移籍すると、同リーグでの初出場となったアウェーの、マンチェスターユナイテッド FC 戦で1得点1、アシストを上げた。1998年には13得点を、上げチームでの得点王となった。1999年、 ウエストハムユナイテッド FCA 移籍。パオロディカーニョと共にチームの得点源として活躍した。2000年にはマンチェスターシティ FCA 移籍。イングランドでは9シーズンにわたってプレーしたが、マンチェスターではファンの雰囲気を含めて最良の時を過ごしたと後に振り返っている。2003から04シーズンは終盤に入って得点を量産。特に第36節の 入滑するユナイテッド FC 戦で挙げた決勝点はクラブを二部降格の危機から救う得点となった2004年にスペインのマラガシー F へ移籍フェルナンド・バイアーノに次ぐチーム2位の6得点を挙げた2005年にはカタールのアルガ・ガラファ2006年にはアルゼンチンの CA ロサリオ・セントラルへ移籍2007年 J リーグ FC 東京は FW ルーカスを中盤で起用することを踏まえて新たな FW の確保を図り、ワンチョペを獲得。独特のリズムで相手 DF を置き去りにするなど高い能力の片鱗は見せたものの、古傷である右膝の怪我の影響もあって、運動量は乏しく、日本のサッカーに適応できずにいた。6月19日に原博美監督から事実上の戦力外通告を、 受けると、同月30日に自ら契約解除を申し出て、FC 東京を退団した。翌7月、MLS のシカゴファイヤーへ移籍。マンチェスター在籍時に指導を受けたファンカルロス・オソリオの下で再起を図ったが、膝の怪我のため同年11月16日に、現役引退を表明した。1995年、U-20 コスタリカ代表として、 ワールドユース選手権に臨む。3戦連続フル出場するも、無得点に終わった。翌1996年、ベネズエラ代表戦で、国際 A マッチデビュー。1998年のコンカカーフゴールドカップでは、キューバ相手に4得点を荒稼ぎし、メキシコのルイスエルナンデスと共に得点王となった。2001年、コッパアメリカに招待チームとして参加。 コロンビアのビクトル・アリスティ・サバルに次ぐ5得点を挙げ、南米の競合国の中でベスト8入りに貢献した。2002年、ワールドカップに出場。ブラジル戦で、ロナルド・ゴメスとの連携から1得点を挙げた。特殊点差によって、グループリーグで敗退したものの、自身やコスタリカ代表が、世界の舞台で戦えることを示した。大黒柱として臨んだ2006年のワールドカップでは、 開催国、ドイツとの開幕戦で、厳しいマークを受けながらも GK イエンスレーマンとの1、対1を静死に得点を挙げた。しかし、この活躍で、事前以降さらにマークが集中して孤立。参戦全敗に終わった。この大会を最後に代表引退を表明。なお、2007年に、ロナルド・ホンセカが、記録更新するまでの間、同国代表での通算最多得点記録を、 保持していた。2008年1月、引退試合として、ホームでのスウェーデンとの親善試合に出場。2008年4月、CS エレディアーノの監督に就任。2010年より、CS ウルグアイデコロナド監督。2011年9月より、ホルヘルイスピント監督の下で、コスタリカ代表のアシスタントコーチとなった。2014FIFA ワールドカップ後に、ピントが退任すると、 監督代行となった。同年9月、コパセントロアメリカーナ優勝。2015年1月、正式にコスタリカ代表監督に就任。しかし、同年8月、U-23 代表の試合を視察中に、警備員との乱闘事件を起こしたため、代表監督を辞任。ありがとうございます。